こんにちは。出会い場就活チャンネルの清水です。今日は、面接官から高評価を得る逆質問を教えます。これですね、生配信とかしてても聞かれるんですよね。清水さん、絶対に受かる逆質問。絶対に受かる逆質問じゃないですけど、 この逆質問っていいよねって思われる質問と何言ってんのって両方あるんですねまあ逆質問が清水さん苦手なんで就活生も多いと思いますしかし逆質問がないか聞かれてるのにないって答えるのはマイナスですね何か質問ありますかって言ったらね質問するってことは重要だってことだね面接をうまく乗り切り面接官から高評価をもらえるための逆質問は今日はご紹介させていただきますまず逆質問で基本的に重要なことは何だと思いますか本当に聞きたいことを聞いてください これポイントなんです一番の聞きたくもないことをね受け狙いで質問されてこっちが一生懸命答えてでもねなんか聞く姿勢ができてなかったら最悪でしょ本当に聞聞きたいことは何かを聞くそして相手が喋ってるのをね真剣になるほどねっていうことが重要なんですその会社に興味があればね知りたいことは山ほどあるいや清水さん一個もないそれ本当にその会社に入りたいと思ってないよねってことでもある。 入社が目的ではないんす入社後活躍するって視点に立てば聞きたいこと山ほどあるでしょ入るんじゃない入って活躍するためにはいっぱい聞きたいことがあるはずだその視点であなたが本当に聞きたいことを整理することが必要これがまず基本前提逆質問を通して面接官が知りたいことは何か就活生の準備力ちゃんと準備してきてるよね想像力があるね質問力もあるね本気度合いがあるよね このことが知りたいんですでは具体的に準備力を見せる質問ってどんなことだと思いますか企業が用意した企業案内採用案内ホームページや採用ページの最後まで読んだかどうか読まないとわからないそういうような質問ができてますかってことが結構重要だよね多くの先輩や OB にたくさん会わないとできないような質問 これが準備力を見せる重要な質問なんです想像力を見せるための質問ってどんなんですか1情報から一つ先のことを考えるってことが重要なんですその情報を単に聞くだけだったらダメなんだその情報を理解した上で1個先情報の先を読む先見性がある質問してますか情報のさらに深くを読んでる洞察力がありますか情報の理由を考えた上での質問できてますか ここがあなたの想像力があるかないかが問われています。そして質問力を見せる質問。これは何かというとですね、まず質問して企業の人が答えた内容答えますね。それに対してあ、だとすると今後これはどうなってるんですかね。相手の答えに対してねどん,どん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 興味関心を持って質問していけるこの力を見せれますか。このことが問われます。そして最後本気度合いを見せる質問ってどんなのがあるか。 入社するためから入社後に視点を合わせて質問してますか早期戦力化するために必要な質問早期に成果を上げるために質問,の質問自分の将来図をイメージした上での質問この辺の質問ができるかどうかが勝負どころになりますさあ自分で考えてねいないように思われ取ってつけたような質問しちゃいけません自分の言葉で本当に気になることを質問するということを意識を持つことが重要です周りに流されず 自分の就活をですね冷静に判断する人が今の時期必要になってます就活状況が思わしくない場合には思い切っていろんなことをしましょういやどうも思ってる会社と清水さん違い始めたそれはね今からならまだ手が打てるさあ我々はイベントを通して皆さんにいろんな企業に出会える機会を提供していますイベントを通してスカウトがかかるそしてこのようにイベントに出なくてもスカウトがかかる両方の形で皆さんに支援していますいい機会ですから概要欄から出会い場の会員になっていただければと思いますそして。 二十四五の方が見ていただいければ、いよいよ六月一日からインターンシップナビサイトがオープンします。自己分析セミナー、五月十一日、二十一日、そして十八日、二十一日にインターンシップ対策セミナー、そして十六日、二十五日にグループ実感賞対策セミナー。さあ、出会い場の会員になると、これに出れます。そして、五月の後半から、いよいよ出会い場のイベントも開始します。出会い場の会員になれば出れます。お待ちしてます。この動画に役に立ったら、高評価ボタンでよろしくお願いします。